皆さん、こんにちは。今回は期間限定で出現している最強のリザードンのテラレイドバトルに挑戦です。よろしくお願いします。星7のテラレイドバトルということで、レベル100のニンフィア2匹で挑戦しますよ。2匹のニンフィアのステータスは画面の通りです。瞑想で特攻を上げて、嘘泣きで相手の特防を下げ、破壊光線でワンパンを狙います。二人がかりで瞑想と嘘泣きを打っていきます。ここで試しに、特製メロメロボディのニンフィアで、破壊光線を打ちます。思ったほどダメージを与えられませんでした。おまけにバリアを張られて、すごくやりにくい状況に。それでも結構ダメージを与えて、もうちょっとというところで、最強リザードン捕獲作戦失敗です。惜しかったので技構成や持ち物は変えず、もう一度挑みます。今回もしっかり、嘘泣きで特防を下げていきます。そろそろとどめの時間です。イケイケどんどんで火力をアップしてもらい、破壊光線で仕留めました。最強リザードンさんはプレミアボールに入ってもらいましょう。ほぼ作戦通りに捕獲完了ですよ。報酬の特製パッチも嬉しい。ということで無事に最強のリザードンをゲットできました。レイドパワーで報酬を増やしておけばよかったかもです。最後までご視聴ありがとうございました。